どうもシュクラです。ペルソナ9前回の続きからやっていきたいと思います。ではでは、まあまあもう迷宮行きましょうかね。合コン喫茶向かいます。パーティー編成はええわ。よっしゃ、初合コン喫茶突入します。あ、若干音が変わった。まあ一応敵まだ確認してないもんな、ここの。まあこれ階段なんで一応置いときましょうかね。階段ってどうなる？数字、メモ。もう上り階段でしょっか。お、なにこれ？止まって！扉の先からシャドウの気配だよ。こういつでもやってる。先ほどまでの迷宮とここで、では雰囲気は全く違います。シャドウもより強くなっているかも。まずは落ち着いて準備が整ってから扉を開けましょう。よし、落ち着いたぞ。ワンランド KO にしてやる。変わってないように見えますけど、まあいけるやろ多分。あ、でも初戦闘がこれ、よく考えたらこのメンバーでよく分からんけどいけるかな。扉の向こうにシャドウの気配がする。まあセーブしてるんで問題ないですね。お、また扉や。おい、来たよ。まだデータにない奴がいるよ。誰やこいつら。キュッと閉めんぞ。キュッと閉めんぞ。あ、スタート地点あったし。扉。で、まあとりあえず幹事さんは、まあこれ変わってないんで普通にシングルショットが一番無難かな。こいつが変わったんかな？連鎖の。ほうほうほう。追撃で、あ、味方の追撃か。結構おもろいな。まあ、行ってみるか、ちょっと。雷行けるんかな？わからんけど、まあ、行ってみよう。で、マエスさんはね、まあ、マエスさんが基本的には、まあ、魔法なんで、マハガルで。まあ、風で行きます。で、こっちはまあ、そうなん、どうしようかな。まあ、お、なにこれ。お、オルギア、え、なにこれ。あ、なんかしてもた、オルギア。おい、待て待て待て、なにこれ、オルギアって。あ、弱点ちゃう、マジか。なんの、あー、まひった。おー、まあそんな強くないですね。もうしょぼ、もうしょぼ、いくぞいくぞ。ズドン。あ、弱点、やっと弱点見せた。おお、めっちゃいいやん、レンさんの風。オルギア、何これ、オルギアモード発動。あ、なんか鳴ったぞ。なんなんオルギアモードって。なんか赤色鳴ってる。まだマヒってるみたい。アイギスめっちゃおもろいやん、オルギアモードとか一人だけおるし。程度で俺を止められるかよ。まあこれが強いけど、ちょっと HP 使いすぎて微妙だから、後ろにちょっと雷やってみるか、次は。で、ガルは意味なかったんで。あー、誰や、どれがいいんや。まあ、アギ、してみるか。もう試していくしかないですね。逃走は無理やったから、あ、氷はいけるんか。オルギアモード、ターン2。何が起こったんや、これ。なんなん、オルギアモードって、まず。まあまあ無難にこれか、やっぱなんかスピードとか上がるってことですかね。こう攻守全部上がるみたいな、多分そんな感じだと思うんですけど、能力的には。頼む、オルフェンス。頼む、オルフェンス。お、炎がこれ弱点か。まあやりやすいな。あ、次、え、こいつめっちゃ強いやん。イザナギ、イザナギ、くぅ。あー、オッケーオッケー、タルカジオッケーで。ペルソナ、ペルソナ、おお、でも強いな。オッケーオッケー、問題ないぞ。まあ、弱点が分かればね、火炎属性が弱点だよ。もうもらったようなもんですよ。継続中であります。こいつ HP 高っ。回復しとくか。まだこいつオルギアモードやな。まあこれしとったろ。
ほい、よっしゃ、ほい、ほい、ズドン、くー、強い、いけ、イザナギ、弱っ、マジでここら辺強いな。召喚、外したであります。これめっちゃかわされるんや、なんか命中が低いんかな。オルギア終了。あ、オルギア終了した。2ターンか。まあ仕組みが分かったんでそれでよしとしましょうかね。あ、一旦この敵になるやん。あ、マジか。まあ、モロハの剣みたいなもんですね、じゃあ。やったね、リーダー。オッケー。めっちゃ経験値くれるやん。2000。やば。ここめっちゃうまいやん。うまー、ここ。君たちは銃は使わないのか。あ、銃使おったな、そういえば。主人公銃やったな。銃は、僕は使いますが。いや。銃型の召喚機のことだ。え、それ、我々は召喚機を自らに突きつけ、己の意志で引き金を引くことでペルソナを召喚している。ああ、そういうことか。結構えぐいっすね。俺らはそういう装置みたいのはないっすね。メガネは召喚とは関係ないし。メガネ、テレビの中っておかしな霧が出ていて視界が悪いんです。具合も悪くなってきちゃうし。だけどクマさん特製のメガネをかけるとすごくよく見えるんです。クマ特製、ふふーん、アッキーみたいなイケてるメンズには真似できない匠の技くわ。名付けて霧の中でもバッチリ見えちゃうスケスケメガネ。スケスケ、そのテクノロジー一体どのように。なるほどね、メガネかけてテレビの中に入るか。ってバカ、入るってなんだよ、入るって。入れねえよ、家庭だろ、突き指すんぞ。んなこと言われたって入れるしな。ま、最初はビビったけどね。相棒がいきなり家電売り場のテレビに頭突っ込んだとき。あ、頭から行ったんだ。そっか、手から行っちゃうと突き指するから頭からか。ってバカ、花村ビビりすぎて漏らしてたよね。だから持ってねえっつの。ああ、まあ気にすんなよ、たまには失敗ぐらいするって。だから持ってねえって。なあ君、クマと言ったな。ここを出たら霧城の研究所に遊びに来ないか。悪いようにはしない。やっほー、クマのモテ期来た。ここを出たと言わず今すぐここでもいいですぞ。二人で愛と欲望のコーラスラインを歌い上げるかは。この話はなかったことに。ガーン、なんで、どうして。がっついてる男は嫌われるぞ。バイクでナンパうひょーとか言ってた先輩の言葉と思えないっすね。うひょーは言ってねえよ。お前の俺のイメージどんなよ。俺一応先輩なんですけど。え、でも本当にヨウちゃんは王子様なのかな。さあな。王子様なのにおもらしするのかな。知らないと言っている。ゼン、怒ってるの。怒る、なぜだ。あ、ううん、間違えたみたい。よし、行くか。とりあえずやばかったから HP が。ちょっとペルソナがあるかな、ズレとんかな。猛暑棒も、まあ、これ強かったけどな。アイギスがな、ちょっとな、命中が悪すぎるんやな。なんとかしたいとこはあるけど。まあ、いいか。まあ、行くか、これで。ん？おう。アイニス、無理しないでね。辛そうで心配です。なんだ、こりゃ。あ、これ、道か。通せん棒的なやつか。まあまあ、道は一応。よし。
お、クマ。よし、行くぜ。また、知らやつ。こいつ早そう。こいつ早そうやな、動き。回避率が高そうな感じ。でも、風に弱そうな感はあるけどな。独占のクピド。まあ、今後は、とりあえず、テンタラフをしながら倒していこうかな。テンタラフを常時かけていこうかと思ってます、今後は。まあ、それが一番硬そうなんでね。あとは、まあ、いろんな属性試しながら弱点を見ていく感じですかね。あ、でもこれシングルショット持っとるやん。あ、全然いけるやん、シングルショットで。もうこれいった方が早いわ。くわーくわー、早いな、やっぱ。やるじゃないか。ブフってことは、まあ、氷ではないな、弱点。よし、まあ、一体来た。まあ、ええとしよう。これ効かへんな。対戦持ちか。多分、いけるんちゃう？くそ。召喚。よっしゃ。覚悟しやがれ。覚悟しやがれ。強し。シングルショット強いよな、これ。最近敵が、結構当たらへんなってきとるやんな、敵に攻撃が。もうテンタルフ終わりやから、アギかな、弱点は多分。この感じでいくと。シングルショット。決めてやんぜ！決めてやんぜ！おらおら！よっしゃ！オルフェイス！オルフェイス！自分にピストル突きつけるってやばいな。任せろ。任せろ。じゃあ。いきます！パラディオン！パラディオン、こいつはでも関係ないやな。作戦終了。お疲れ様でした。オッケー。アイギスも普通にやっぱ強いな。いけるな。よし。まあ、なんとかやっていけるんちゃうかな。調べます。全然ここの扉開かないみたい。あ、本当ですね。別の道から回るふなさそうです。行きましょう。ふふ。やめてください。ほら、こいつ思春期だから。一緒に来てやらないでください。ちゃかさないでください。扉が一応ありと、もう閉じた扉があると。ここにお、また扉が地味にめっちゃあるな、ここ。よし、オッケー。あ、開いたよ。お、トゲトゲ？お？もしやゲームによくあるダメージ受ける床ってやつ？ニッチな例えが来たな。こういうのってダメージ少ないから大抵無視で突っ切るけどな。行くクマ！行くクマ！ですが、あからさまの罠です。ここは警戒して遠回りして。なるぞ！クマは急には止まれない。クマに手を引っ張られた。くわぁ！おいおい！なんぼ食らうね、ダメージこれ。ごめんなさい、クマ。つうか、見かけによらず、この床全然痛くねえな。代わりに少しだるいっつうか。ええ、いおりさんも感じましたが、フェルトナを召喚したとの疲労感に限りなく近いのですが。え？みんなの心の力が減ってる？あ、マジか。思う存分に戦いなら不満だな。天馬慎重に歩いてくれ。ほう。宝箱っすね。開けちまいましょうよ。あ、SP が減ったんか、これ。え、結構あるぞ、これ。SP が減るも痛いやろ。てててーん。シャドウ3体。まだデータにないやつ。あ、トゲか、これ。トゲはどれしちゃいやろ。バトルモードであります。トゲ。トゲのこれ合図や。こいつは硬そうなんやけど。よし、もう全員縦に並んどるっていうパターン。まあまあ、とりあえずやっていくしかないかな。テンタラフする意味ないか。
いやでもアタック強そうやからな、まあ、ここはこれでこれでいこう。アルファオッケー。 あー一人か。でも遅そうやなこいつら。素早さやっぱオッケー。じゃあ雷弱点ラッキー。もうしょぼもうしょぼ。お、ぐったりくわー痛い。おー、まあまあ、あ、こいつは弱いな。弱いぜ。もらったもらった。でもやっぱ硬いな。おお、これええな。連鎖後から来るという。味方が攻撃すればよっしゃ。まだじゃんじゃんいっちゃおう。いいね。オッケー、結構いいよ。倒せなかったか。そうまい。まあ弱点が大体分かってきたんで、ね、攻撃力が落とされてるよ。もうあとはいけますね。ジオ、まあ、これは持ってないけど一応マハガル、いや持ってない、アギショックか一応。まあ、弱点複数パターンもありえますからね。で、こいつはまあ、攻撃でいいか。くらい。くらい。よーし、いいね。竹見和土。よっしゃ。オッケー。来い、ウォルフェンス。来い、ウォルフェンス。オッケー。あ、魔法攻撃強いな、やっぱ。マイさんは結構強いな。よし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 。おい、やるやんけ。あー、物理攻撃で魔法攻撃下げるやつ持っとんか、あいつは。なるほどね。攻撃力が落とされてるよ。いざなぎ、いざなぎ、ズドン。竹見和土。よっしゃ。前さんスピード速い。ここオルフェウス。あとは SP がちょっとない。オッケー。やっつけたよ。まあ結構新種勝ったんでね。これで多分。しかもレベルがめっちゃ上がる。ここ霊は相変わらずだな。そんな強くないのにもかかわらず経験値めっちゃくれるんやけど。やば。そこの壁はい、そうだね。あし、ホバーさんだろ手に入れた。なんか主人公じゃなくなったんやけど。ペルソナ3の主人公が出てきたんやけど急に。なぜだ。まあまあそんなこと置いといて抜け道がある。まあ取ってみるか。ちょっと一回、あ、繋がったパターンね。えいへいへい。よし、これで短縮ルートができたんか。これあんま変わらへんか。これまあとりあえず一旦じゃあ帰りましょうかね。まあ素材ゲットしたんで結構か帰ってコバーサンダル使用すると一定歩数の間ダメージ感のダメージを無効化する。あー大蛇のリング、まあ帰れる使うか。 OK、 とりあえず素材は持ち帰りたいと思います。保健室どこかな。じゃあちょっといっしゃいませ、まあ、慎重にね。よろしい。クリアしていきますよ。依頼。お。これもうクリアしとんやけど、どうなるんやろ。またやらなあかんのか。お引き受けいただきありがとうございます。今回の依頼は不思議の国のあなたの FOE トランプの下手の討伐です。もう倒しやんけどな。これまで FOE に振り回され続けたあなた方にはまたとない玉上チャンスタイム。討伐した証として白いボンボを入手してきてくださいませ。はあ、よろしく。白いボンボ持っとんかな。持ってないよなやっぱ。また出さなあかんのか。まあでもあいつ経験値低いからもうちょっとレベル上がってから。今のところ敵の経験値がねもう1000超えてるんでね。軽くあそこフィニッシュボーナスもらえば多分もう2000超えるんで、5回戦わなくて1万経験値手に入るんでね。あそこでちょっとレベル上げまくりたいと思います。2章めっちゃうまいな。経験値の量が半端ない。手をだ、いらっしゃいま、あ、おや、珍しいものお持ちですね。お、白いバラを手をに見せてみた。これは、俺は、この人はもしは迷宮の中で、得拾ったものでありませんか。あるいは迷宮の一部か。シャドウの素材とは異なる物質感を醸し出している。ほう。他にも何かありましたら持ってきてはいただけませんか。そうすればきっと新たなひらめきが踊れる気がするのです。了解だ。任せろ。ようこそ、いらっしゃいませ。ようこそ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃい、いらっしゃい。もちろん乗ります。ああ、素材の値段が上がっとるな。一個あたりの。ガンガン。
お待たせ。お、めっちゃ入ったぞ。おお、いいね。まあ、やっぱ新種倒せば結構ね、あれですね。彼ら持っとくか。まあ、いけるな、傷薬。お、なにこれ。あ、SP 回復か。これめっちゃええやん。あ、これもええわ。軟膏薬。あー、いいね、これ。ホバーサンダル持っとんか。ウッドカッター。鉄の矢。あ、強っ。あー、強いけど、全体攻撃じゃないんか、これ、多分。あ、どうしよう。一発をでかくするか、拡散弾は結構ね、隣接や敵も飛ぶんでね、まあ、悪くはないと思ってるんですよ、個人的には。迷うとこやな。うわ、来た。グラビティソード強そう。重力を操る相手の攻撃を封じることができる剣。これ絶対強いやん、これ。なんか、色黄色やし。あ、これもなんか、パライズブレード。色は黄色や。麻痺どこ？え、めっちゃええやん、これ。麻痺効果あるやん。はぁ、強えな。あ、攻撃高これ。でもまだ、売ってないな。オルフェウス。オルフェウス、アイギスか。欲しい。くそ。お、防具。お、二個分まで出たんか。あ、岩石、あいつか。あ、めっちゃ上がるやん、これ。え、SP？ SP が1上がる。いらんな。いやー、これでしょ、絶対。これ強いわ、めっちゃ。もちろんだ！売ります。金がない。あ、これ装備できる。おー、前衛全員装備できるやん。お、アイギスなんかやばい。三式アイギス装甲。お、ついえ、これも。すー。アイギス守備めっちゃ高いやん。え？めっちゃ強いけど。あ、全員強いわ。71まで上がるわ。あ、全員守備は71まで上がるようになってるんですね、一応。まあ。アクセサリー。なんかあったんか、アクセサリー。力出す気。力が3上がる。あー、でかいけど、まあ。守備やね、やっぱ。魔法が3上がる。おー、SP20。なるほどね。ほいほいほい。OK。いや、2章入ってやっぱ広がりましたね、かなりね、幅が。あと、レベル上げ簡単だったんで、そこはまあかなり熱いかなと。レベル何倍だったっけ、今。レベル上がったか、今日。おー、上がっとるやん。ペルソナ変えれるけど、まあまあ。あと2、3レベル上げてからペルソナちょっと見ましょうかね、一気に。多分増えてるんで、かなり。はい、というわけで、とりあえず一旦じゃあ終わって、次はまあ、レベル上げ兼ねながら探索をしていきたいと思います。というわけで、今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。